皆さんこんにちは。ドラマや舞台、またバラエティ番組などに出演され、忙しい日々を過ごされている女優の広瀬アリスさん。しかし2022年4月25日に休養することを報告されて話題になりましたね。そんな広瀬アリスさんは舞台挨拶で大量の汗をかき、途中退場する場面がありました。ネット上では病気を心配する声も上がっていたようです。また一部では妊娠説も浮上しているようで、気になるところですね。今回は広瀬アリスさんの汗は病気なのか噂の真相について調べてまとめてみました。ぜひ最後までご視聴ください。まずは簡単なプロフィールから紹介します。名前、広瀬アリス。生年月日、1994年12月11日星座、射手座。血液型、 AB 型。身長 165cm。 出身地、静岡県静岡市清水区。職業、ファッションモデル、女優。所属事務所、ポスタープラス。趣味、乗馬、バスケットボール。体調不良のため2022年の秋に出演予定だった舞台バラとサムライ2、海賊女王の帰還後降板することが発表された広瀬アリスさん。その後休養が報告されて話題になっています。そんな広瀬アリスさんは2022年4月7日に行われたアニメ映画バブルの完成披露イベントに出席されました。その会見の途中で汗を拭きに退場する場面があった広瀬アリスさん。すみません、ちょっと私今このメンバーが素晴らしすぎて、緊張しすぎて喉が締まりすぎていてごめんなさい。実は今日めちゃくちゃおとなしいんです、冷や汗が止まらない、と暴露されていました。また広瀬アリスさんご自身のツイッターでも謝罪されています。ちなみに今回の広瀬アリスさんの汗の理由については、上がっちゃった、体温がうわーって上がった瞬間汗が止まらなくなってきてしまい、拭いても拭いてもどんどん出てきた、と話をされていました。どうやら広瀬アリスさんはかなり緊張されていたようですね。そのため今回の汗は病気ではなく緊張で上がったことによる汗だったようです。実は広瀬アリスさんは過去にも汗をかいて注目されていました。テレビ番組やイベントに出演された広瀬アリスさんの脇汗が話題になったこともあるようです。また広瀬アリスさんも汗っかきなことは自覚されているんだとか、その大量の汗をかく理由を緊張し上がり症などが原因であることを広瀬アリスさんが明かされています。ですがそんな広瀬アリスさんが大量に汗をかくのは病気ではないかという噂があるようなんです。さすがの汗の量で心配されている方も多いということなのかもしれませんね。そこで気になる広瀬アリスさんの汗は病気なのか、噂になっている病気についてまとめてみたいと思います。広瀬アリスさんご自身がおっしゃっている緊張しや上がり症はパニック障害とも言われているようです。パニック障害の主な症状は、人からどう見られているかを気にするあまり過度な不安や緊張や恐怖感などに陥るんだそう。それにより汗を大量にかくことがあるんだそうです。また汗だけではなく震えや動悸、腹痛などもあるんだとか。ちなみにパニック障害は何らかの原因で神経伝達物質のバランスが崩れて神経が過敏になっていることから起こる病気と言われているんだそうです。広瀬アリスさんの場合は人と接する機会も多いでしょうし、人前に出て発言されることも多いと思います。様々な活動をされていく中で頑張りすぎてパニック障害になられた可能性が大いに考えられるようです。また体調不良の報道がされた広瀬アリスさんには妊娠説が浮上していることも分かりました。というのも2022年1月に関ジャニ∞の大倉忠義さんとの熱愛が報道された広瀬アリスさん、事務所も交際を否定しておらず交際されている可能性も高いことから、広瀬アリスさんの体調不良の理由に妊娠が疑われたようです。また広瀬アリスさんの衣装がマタニティ仕様なのではと、お腹が目立たないような衣装であったことから妊娠が噂になったようです。
ですが、広瀬アリスさんのお腹が出ているという様子は見受けられず、体調不良や大量の汗をかくということだけでは妊娠を特定することはできないと思われます。ですので、広瀬アリスさんの妊娠説はあくまで噂で、どちらかというと病気の可能性の方が高そうですね。はっきりと病気であることが公表されたわけではないものの、休養を発表された広瀬アリスさん、心配ですがゆっくり休んで回復されることを願いたいと思います。また舞台挨拶で広瀬アリスさんは顔から大量の汗を流し、墓場まで持っていきたい秘密について問われた際に、墓場まで持っていきたい秘密、今あります、汗が止まらないと告白しました。共演者の七尾さんからも大量発汗を心配され、広瀬アリスさんは汗を拭くために一度舞台を降り、それから約4分後に戻ってくると、記事にしないでください、もうデジャブだからと報道陣に呼びかけ、一方の七尾さんはアリスの講談を記事にしていただいて、よりこの映画を盛り上げていただいてと語っていました。そしてこのハプニングがスポーツ紙などによって取り上げられ、広瀬アリスさんは舞台挨拶終了後にツイッターを更新し、マータやらかした、講談した、めちゃくちゃ熱かった、すみません、しっかり記事になってる、ガハハハハハハハ、こういうことで記事になる女優いないよね、唯一無二ですな、ポジティブに捉えます、多汗症って治るのとツイートしていました。続けて全国の汗っかきさん、大丈夫ですよ、私は記事にされるくらい公となりました、汗が気になったらその場で堂々と拭くか、その場から離れて拭いて涼みましょう、私は手持ちの扇風機、年がら年中カバンの中に入っております、恥ずかしいことではありません、今日も生きてるって感じ、人間やってるって感じと綴っていました。このツイートに妹の広瀬すずさんもツイッター上で反応し、最高かよ、私の姉、あ、実の姉、あ、隠してないか、お母さんのお腹の中で代謝めっちゃ吸い取ってたんだな、私代謝悪いのよ、困ってるとツイートしています。広瀬アリスさんはもともとかなりの汗っかきであることを公言しており、これまでにも映画の舞台挨拶、テレビ番組の収録等で大量の汗をかくことがありました。ただ広瀬アリスさんは今年4月にも映画の舞台挨拶途中に大量の汗をかいて降壇し、このハプニングから約2週間後には体調不良を理由に9月から出演予定だった舞台バラとサムライ2海賊女王の帰還を降板し、仕事をセーブすることを発表しました。その発表後に出演した生放送の情報バラエティ番組ポップアップでも、これまでと変わらないテンションで明るくトークしていた中で、またしても顔から大量の汗を流して途中退席する場面がありました。広瀬アリスさんは番組で映画の舞台挨拶で汗が止まらなくなった原因について、上がっちゃった、体温がうわーって上がった瞬間に汗が止まらなくなって、拭いても拭いてもどんどん出てきたと、緊張や焦りによるものだったと説明していたのですが、顔から滝のように汗を流していただけに、体調の問題や病気を疑う声が多く上がっています。週刊誌女性セブンは4月に、広瀬さんは以前からめまいや頭痛に悩まされていたとの情報を伝えており、大量発汗、頭痛、めまいなどは自律神経失調症に当てはまる症状でもあります。ネット上でも自律神経失調症なのではとの憶測が飛び交っており、この病気の発症原因としては睡眠不足や食事の変化、ホルモンバランスの乱れ、仕事のストレスなどが挙げられます。広瀬アリスさんは数年前に大ブレイクし、休みなく働く状態がしばらく続いており、今年春には2本の連続ドラマを掛け持ちし、一時的な休養を発表後も出演作の宣伝活動などを行っていますが、ある程度の休養が必要なのかもしれないですし、決して無理はしないようにしてほしいですね。いかがでしたか？広瀬アリスさんの汗は病気なのか、噂の真相について調べてみました。大量の汗をかいて注目されていた広瀬アリスさん、汗っかきだという広瀬アリスさんは緊張し、いや、上がり症であることが明かされていて、その場合の病気の可能性として
パニック障害が挙げられているようです。また広瀬アリスさんは体調不良が報道されて妊娠の噂になっていたことも分かりました。ですが病気や妊娠については公表されていないのであくまで噂だけのようです。そうは言っても休養を発表された広瀬アリスさんが心配ですよね。ゆっくり休んで回復されることを願い、また笑顔の素敵な広瀬アリスさんが見られることを楽しみにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。それではまた。